森と暗闇の森、続きからプレイしていきましょう。こっち行けばいいんだったっけ。ちょっと待って、こうでしょ、こうでしょ。やばいやばい、ちょ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 、危ない危ない。ちょっとよし、やばい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 、ちょ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 、危ない危ない。この辺でセーブしておく？ここが閉まってるってなってたね。もうちょっと後にすればよかった。そうだよね、なんか結構進んで。ちょっと待って、なんでちょくちょく抜けるんだろうな。よし、ここまで来て、どうしよう、この辺でセーブしといても、しといた方がいいかな。しとっか。ここに、ちょくちょく戻ってきて、セーブって感じで。もうなんか、あれだよね。脱出に慣れたよね。こういうね、こういう、ちまちまちまってやる感じ。これ何？え？これ何？え？え？上行っちゃったよ。とりあえず撃ってもらって。これ何だろう？これどうすればいいんだろう？何これ？あ、はい。エナジーセルか。久しぶりだね、エナジーセル。これは無理か。なんだろうあれ。セーブしてこれ取ってもう一回セーブしとこう。ここかな、ここか、ここでいいのか。こっち行ってみようか。回復あるけど、まあまあまあいらないけどね。ええ、どうすればいいのこれ。ん？え、これどうすんの。いけないよこれ。あ、なるほど。これこっちからは無理だな。こっち行こう。こうでしょう。あの岩をもっと、危ない、持ってこないといけないんだけど。長押しで物を掴んで動かし強打できます。あ、ほんとだ。こうでしょう。やばい、ちょっと待って、ちょっとちょっとちょっと、減っちゃったな結構。これ落ちたけど、そこちょっと待ってね、回復させてね。これ万能だな。よし、いいね。やばい、危ない、痛い。これどうす、これでいいのか。ん？これはこうでしょ。え、ちょっと待って待って、これをちょっと、ちょ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 、やばい、これはこれだ、これだめ。
マジか。とりあえずこれで降りて、これ転がってってくんないかな。ちょうど危ないんだけど。やばい、危ない。これでも、これ本当にここにやるしかないよね。ちょうどそこでいいか。回復しといて。これ何？あ、OK、分かった。久しぶりだね、これ。こうでしょ？で、これをこうだ。ほんといろんなものの組み合わせなんだな、このゲーム。これでドン。ここで繋がるんだね、やっと。セーブしといた方がいいかな。まだいいか。まだいけるな。これ今どこの辺なんだ？ん？ああ。ちょっと待って。ああ。セーブしといた方がよかったね。やっちゃったね。はい、戻ってきましたよ。さて、あれをいただきに行こうか。ちょっと待って、これ難しいね。空中でダッシュできますってどれなんだ。どれのことを言ってんだろうな。あれがいまいちまだ分かってないんだよ。あ、痛い。ちょっと右行ってみようか、次ね。さすがに同じとこ何回もね、死ぬのも、あれだからね。これ難しいな。やばい。ちょっと待って、結構難しいぞ。あーもう、あ、コントローラーめっちゃ楽。あ、全然全然ダメ。おお、すげえ楽、コントローラー。コントローラーでやればよかったんじゃないかな、最初から。どれだっけ？これか。ほら。めっちゃ楽なんだけど、これ。B か。ただ、まあね、どれがどのボタンかが、まだちょっと、分かってない。ないんで、その辺はちょっとあれなんですけど。ちょっと待って、別に簡単なわけじゃないぞ、これ。ただ操作めっちゃあれじゃない、自然にならない、ならないっていう自然、なんかさっきよりは自然になったよね、操作。調子乗んのは変わんないね。違う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 、なんでそういうさ、押してないんだけどな。え、あれ、R に、
R2 ボタンで、これだから結構押し込まないといけないのが大変だな。なんか安いコントローラーなんですよね。あれ、あ、そうか、あそこないんだ、風が。はいはいはい、わかりました。わかり、違う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 、なんで、よっしゃ、よし、いった。こうか。やっちゃったよ。どのボタンで反射かがわかんねえ。あ、間違えた。これだ。下でセーブしたいんだけどな。あ結構簡単にいけるようになってしまった。これだね。これの調整ができねえ。っていうかこのステージ超えたし、操作戻すか。今コントローラーを抜けば、あれ、こうだね。コントローラー落ちちゃった。こうでしょ、でこうだ。こうセーブしとこう。これはいけないのか。あ、久しぶりだね、力を分け与えてくれんの。上攻撃じゃない。この精霊もニブルのために犠牲になったんだ。ニールは空を飛んで天を自由に駆け回ってた。束縛するものなんて何もなかったよ。森が閉ざされるまでは。じゃあいただきます。チャージジャンプを中速した。この能力を使うには W を長押ししてフルチャージし、スペースを押してさらに高く飛び上がってください。ん？ちょっと待って、さっきここでセーブして、スペース、あ、こういうことか。こうか。登っている間、こう。おお、すごい、すごいけど、すごいけど。これで、違う違う違う、
この辺でセーブしとくじゃん。もう一回。ちょっと。こうか。ちょっと早く。こあれ？これ難しいな。これもちょっとコントローラー使うか。これね、なかなか、てかずっとコントローラー使えばな、そっちで慣れたのにな。これもしかしてさ、コントローラー刺したままさ、あ、いけるね。刺しっぱにしようか。ちょっと待って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 、ちょっと待って、壁に捕まりたい捕まりたい捕まりたい、ちょっと待って、捕まるのはどれ、捕まりたいんだけど、壁つかまりはどれだ、これか、はいはい、これでジャンプでこう、これがやりづらいんだよな。捕まるのすごいすごいすっごいやりづらいんだもんな。こうで、あ、でもやっぱちょっと、あ、あいつどうすればいいんだ、ちょっと待って、ここまで行く、飛ぶ、ジャンプ、ちょっと早く打ってこいよな。壁つかまるのとかに関しては本当に、あ、これでいいや、意外と便利だな、普通に飛ぶの。でもここはあれ使わないとダメだよね。ここら辺でセーブしておきたい。やばい、危ない。え、どうしようどうしよう、ちょっと待って待って待って、よかったね、セーブしておいてね。先見の明がある。痛い、ちょっと待ってください待ってください。ちょっと待って待って、セーブさせてほしかった。でもあれどうやって行けばいい、ん、俺飛んだ、
え、なんで飛ぶのここで。俺が飛べと申したか。ちょっとちょっとやめてやめてやめてよ。違う、そっち。オッケー、よかった、セーブできた。ここでセーブすると回復もするからね、有用なんですよね。ちょっと、なんで？セーブしてるってこんなに心落ち着くことなんだね。ここまで来たけど、どうしよう。どうしよう、なんか、その辺でセーブしたい。でも意外といけんことない、いけんことない感じ。これどうしたらいい。これあ、違う違う違う、ちょっと待って、あー、ここあれなんだ、岩穴なんだ、あんまり見えてなかった、目が悪いのかな。なんだよ、そういうのできるんだって言ってくれよ。これしかできないと思うじゃん。めっちゃ有用だな。セーブしとこう。これ何？下はショートカットか。開けとく？開けとくっていうか、開けないと上いけないのかな。やばい。あ、いけないね、これ。風が通ってないからね。風が通るどころか命が。命燃やすぜ。あ、そうか、風が通ってないからだんだん落ちていくんだ。これがいったらもう、普通に落ちよう。よし、こう。早く早く早く。よし。セーブ。コントローラーやりやすいとことやりにくいとこがね、くっきり分かれてるからね。ん？綺麗だね。ん？グラグラしてんね。なにこれ。黒がこの場所を避けるのも無理はない。日朝石はまだ黒の恐れる光を発し続けているんだ。これ運ぶの？日朝石を見つけました。伝説に残るこのルーンでホルーさんへ入ることができます。パスみたいな感じ。
あれ、蘇らせる力もあるんだね。日朝石を手に入れた。これでホルーさんのゲートを通れるよ、通れるよ。ねえ、揺れを感じないかい？地響きもするよね。ホルーさんの噴火が近いんだ。急がないと。ここか。ここどうやって行くんだろう。シフト。違う違う違う。これで、ここか。ここって、飛ばしていけるな。ただ、近くにあれがないな。今ここでしょ？じゃあここか。ここ戻れない気がするんだけど。え、この辺とかない？あったあったあった。これ下まで一気に降りて、ここ取ろう。ここ取ろうっていうか、これで、ファストトラベルしよう。はい。ということで、一旦切りましょうか。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。